大相撲令和3年9月場所は、2021年9月12日から9月26日までの15日間、東京都墨田区の国技館で開催された大相撲本、場所である。新型コロナウイルス感染症流行に伴い、先場所の7月場所に続いて、人数制限をかけての開催となった。赤文字は、優勝力士の成績。新横綱。 照ノ富士が初日から8連勝で勝ち越し。それを1敗で、平幕の妙義龍、2敗で、関脇、三竹海、平幕、大野省、沖野海、遠藤、千代の国らが追っていた。9日目に照ノ富士は大栄賞に敗れ、初金星を献上。同日には妙義龍も敗れたため、星の差は変わらなかった。12日目に、照ノ富士は関脇、明星に敗れ、 二杯目を喫する。同日に、妙義龍が輝きに破れ三杯目となり、二杯の照ノ富士を三敗で、大野将沖ノ海、妙義龍、遠藤の平幕四人が追う形となった。十三日目には、照ノ富士が御嶽海を破り二杯をキープした。大平幕勢は、遠藤が霧馬山を破り三杯をキープ。沖の海は、小結、一の城に破れ四杯目となった。妙義龍は、 過去13戦全敗と相口の悪い大関、高慶勝を土俵際の救い投げで破り、3敗を守る。大野章は大関、正代を破り、こちらも3敗を守った。14日目には遠藤は一の城に、大野章も秋代に破れ、揃って4敗に交代。一方、妙義龍は正代を会心の相撲で破り、3敗をキープ。ノは高を上手投げで破り、 二敗を守ったことにより、優勝は二敗の照ノ富士、三敗の妙義龍に絞られた。先週落、妙義龍は勝ち越しをかける関分け、明生に挑むも、片透かしで破れ、四敗に交代。この時点で、照ノ富士の幕内最高優勝が決まった。照ノ富士は、先週落結びの一番で、正代を破り、13勝二敗で場所を終えた。ノは、の里以来、 史上9人目の新横綱優勝を果たした。三勝は、主君賞は照ノ富士を破った、大栄賞、技能賞は妙義龍が受賞した。その他、千秋楽の勝利を条件に、大野賞が関東賞、優勝を条件に、妙義龍が主君賞に選ばれていたが、共に本割で破れたため、受賞とはならなかった。妙義龍の三照受賞は2013年夏場所以来、 49場所ぶりの受賞となった。これは、歴代3番目に長い受賞感覚となった。角番であった高啓章は、初日から3連敗を喫するも、その後白星を並べ、12日目に勝ち越しを決め、角番を脱した。角番の大関が初日から3連敗をしながらも、勝ち越したのは、史上初のことであった。この場所の13日目に、照ノ富士が勝利し、 2021年の勝利数が60勝に達したことにより年間最多勝ちが確定した。この時点で時点の正代と三竹海が43勝であったためである。秋場所13日目での受賞確定は2005年の朝昇流、2010年の白鵬に並ぶ史上最速大記録であった。また翌日も照ノ富士は勝利したことにより単独での年間最多勝ちも確定した。 重量はアビが序盤で2敗を喫するも、その後連勝し、14日目に重量優勝を決めた。ありがとうございます。